はい、どうも、こんにちは、これです。ビルドでやっていきたいと思います。じゃあ、やっていきましょうか。まあ、ミッションこなしていきましょう。まあ、とりあえず、こいつから。最初ね。オーレン。実はヒカル殿。このような時ですが、姫の図で頼みたいことがあります。姫は、町民とも接する優しい方。しかし、寝室まで、寝場所まで必要なのはどうかと思うのです。確かにな。なるほど、姫の寝室作れと。そこでヒカル殿、姫のために特別な寝室を作ってはいただけませんでしょうか。これ姫の確かにな、あのベッドあるやんな、確かに。もちろん姫の望みではありません。今が大変な時であることも分かっています。しかし、姫の身の安全を守るのも我ら兵士の責務であり使命なのです。こいつクリフトみたいな。そうですね、場所はこの辺りでしょう。おお、ぴったし入っとる。寝室には美しい花飾りに、壁食材と貴族の椅子を一つずつ。そして女の壁掛けと、姫にふさわしい豪華なベッドを置いてください。どうです、ヒカル殿なら姫にふさわしいベッドを思いつくのではないですか。はい、思いつくぞ。姫のベッドね。王女のベッド。幕で覆われた大きく豪華なベッド。あー、オッケー。王女のベッド。おー、ゲットしといてよかったー。来たー、できたー。完成。オッケー、まあ、とりあえず一旦これ置いてみようか。まあ、王女のベッドどこ置くかやけど、明かりオッケーなんで、まあまあ。あー、いいね、王女のベッド。まあ、こっち向きやな、どう考えてもな。まあ、こんな感じか。まあ、こんな感じかな。で、まあ、可愛らしくね。ああ、いいね、いいね。こんな感じで、可愛らしく彩ります。で、貴族の椅子ね。まあ、やっぱ椅子はね、端っこにあるイメージ。なので、あ、この辺かな。姫のお顔が見れるようにね。ちょっと。よいしょ。で、あとは、壁食材がいると。壁食材？あ、もうここ。まあ、こっち側かな。こっちしようか、じゃあ。あー、じゃあこっちしようかな。どうしよう。どうしようかな。これ。あー、ここ置いとく？あー、こうしようか。で、何がいいの、あと。待ってよ。引くわ。どうです？あ、花飾りか。ほう。あたりの美しい花を草花スコップで折って持ってきてくださいね。あたりの草を持ってくると。どういうこと？これでいいってこと？あ、これか。これかな。これでいいんかな。ちょっとよくわからんけど、置いてみるか、この辺。置いてみるか、これ。この辺を探してみる一回。あ、来た！あー、来た！おー、お花。おー、いいね、お花が咲いてる部屋。美しい！ええな、姫の部屋。まあ。こんなもんですかね。まあ、これ探しておきますか、じゃあ、無駄にね。はい、オッケーでーす。できましたー。ちょっとこれ壁食材、ここ。ここも。うん。ちょっと明るい方がいいんでね、やっぱ。まあ、こんなもんです。さて。クリア。まあ、簡単でしたね。おお、姫の寝室が完成したのですね。うんうん。これなら姫もお喜びでしょう。さすが伝説の大工。元い伝説のビルダー、ヒカル殿ですね。それはそうと、ヒカル殿。やはりあなたは随分変わった人ですね。噂はいろいろ聞きました。いくら桃と戦っても強くならないとか。幽霊が見えるとか、魔物と話せるとか、愛想がないとか、体が冷たいとか、筋肉がないとか。でも僕がいつも驚くのは、夜眠っている僕に声をかけてくる時です。人が眠っているのに話しかけてくる、その無神経さもさることながら、あなたに声をかけられるとどうしても体が反応して飛び起きてしまう。ヒカル殿、あなたは本当に普通の人間なのですか？おうおうおうおおお。まさか、僕にだけ見えているなんてことはないですよね。ひぃー、とにかく、姫の寝室をありがとうございました。なんやこれ、お、めっちゃくれるやんけよ。いらんぞ、そんなに。めっちゃくれるやん。はい、完成しました。寝室ね。まあ、こんな感じです。うん。まあ、いいんじゃないでしょうかね。よし。さて、じゃあ次行くか。次は、ロロンド、エル、アメルダか。多分、これ、なんか3つのやつ集めてこいみたいな話っぽいよな。じゃあ行きましょうか、これ。やっとくのないの、他に、その前に。あ、じゃあ次受けていきます。次、まあ、じゃあ最初ロロンドは行こうか。ロロンドからね。うむ、ヒカルよ。このラドゾーンもメルヒドに負けず劣らずいい街になりそうだな。さて、我が輩がここまで来た理由は、古のメダルを届けるためだけではない。リオの討伐に必要となる伝説の夜の作り方をお主に伝えに来たのだ。ルビスからの告げでお主がリオを倒す準備をしていると聞いたとき、我が輩はふとメルヒドロクの失われた部分に関する記述を思い出してな。
それは竜に代行する伝説の呪う雪の符という鍛冶が持っていたという記述だ。雪の符、雪の符じゃなくて、ぬふふ、光を覚えておるだろ。俺ら新生メルキドの鍛冶の雪の符こそがその雪の符の子孫であったことを。懐かしいな。雪の符はこう、雪の符はこう申しておった。伝説の鎧はすでに失われているが、ビルダーの失われ新たに作れるはずだと。雪の部から作れたら来てきた。さあ、竜を倒すべく伝説の鎧を作るのだ。思いつくかこれ。思いつくか、うん、ちょこちょこちょこ。ピー来たー、光る鎧、強っ。鎧30。毒のマグマのダメージ受けない、強っ。マジでめっちゃ強いやん。おーい、やばいの来たぞ。まあ、どうせここでしょうね、おそらくね。光の鎧、あった。うーわ、オリアルコン2個。赤い鉱石、ブルーメタル？え？どこにあるん？旅の扉か、これ、向こうの。え？ほらほらほら。うわ、もうヒントくれへん。多分こっちっぽいよな。まあ、こっちか。多分こっちに多分洞窟みたいなのがあって、ホラーがあって、そこで多分作れるっぽいから、ちょっとホラーの目指すか。これ、一旦な。行きましょう。まあ、洞窟みたいなのを探さなあかんから、どっちにしろ多分奥やと思うねんな、俺。奥行こうか、じゃあ。あ、いてて邪魔。行くぜ、奥行こうぜ。お、あった、ほらね。ここ、ビンゴなんちゃうん、これ。あった！お、めっちゃあるやん。ラッキー！魔法の爆弾やろ。魔法の弾やろ。絶対そうやろ。よし、これで一発で、もう、行くんちゃう？あ、ピンクの宝石もある。やったー！ブルーメタルー！キャ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 ー！ブルーメタルー！よっと、ブルーメタル、ドン！あ、待て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 ！おー、危ねえ！危ねえ危ねえ危ねえ！危ねえ！とんでもない音だった。ほんま危なかったー。オッケー！ん？ああ、エッチなやつ、ひらめくなんて今頃。お、まだあるやん、下も。よいしょ！もうこれ足りたんちゃう？よし！もういいでしょ。もう一発目あったわ。洞窟の中にあると、この辺の。うてててて、お前。やめてやめて、お前で。小石とかいらんて、お前。落とすもん、しょぼいの。なんだなんだ、これは。キメラかよ。しょぼいんだよ。まあ、別にいらんよな、もう。ペケペペンペケペペ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 。まあ、取っとく以上。まあ、一応取っとくか。もうちょっとだけ。よいしょー。まあ、魔法の爆弾なんか無限に取れるんでね、これも。ブルーメ、あ、そう。赤い宝石だけ取っとこう。あんまなかったから。おお、いっぱいある。ラッキー。てけてて。よいしょー。まあもう帰りますか。キメラ、キメラ。もう大量にあるからキメラなんですけどさ。しかも近いけどな、まあここ。てけてん、てけて。てて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 てできたぞーい。オッケー。できましたよ、光の鎧。これで俺も強くなるぜ、また。一段とな。おー、作れる。ブルメタル3ついるんか、これ。取っとってよかったな。上司だけがも地味にいるしな。いきまーす。てら、取れ。そいや。おー、来たぞ。まず装備は後でしよう。うん。伝説の装備が揃ってからにしようが。うーわ、かっこええ。絶対これ強いやろ。てか強いな。今俺が作ったやつが17か。ほう、鋼が多分23から5ぐらいって気するから、そう考えてもめっちゃ強いな、これ。いいね。おお、光る。ついに光の鎧が完成したのだな。どれ、我がにも一度、その伝説の鎧とやらを聞かさせてくれ。さあ。いや、無理無理。無理無理。ねね、なんだと？加齢臭が強いだから嫌だぞ？まったくお主は最初から変わらんな。思ったことをズケズケと口にしよって。精霊に使わされたものならば、もっと清い心を持っていても良さそうなものを。まったく純粋というか、なんていうか。もっともお母さんはそういうものの方が人間らしく好きだからな。ブワッハッハッハ。ところで光よ、あの無知立て老人、なぜああも偉そうなのだ？光は竜を倒すものではない。などとふざけたことを抜かしよって。
理を出せるのは今のこの世界でお主しかおらん。我が輩はそう確信しておる。真田光、完全に光を取り戻した世界を我が輩に見せてくれ。ヒリもロッシーも皆、世界に真の部屋が訪れる日を待っておるぞ。ロッシー。おっと、そうであった。伝説の色を作ることができたお主だ。強力な盾も作れるのではないか。さあさあ、どうだ、少し考えてみるがよい。お、来た盾。お、金ありがとう。あんまいらんけど。来たか。勇者の盾。伝説の勇者が、あ、勇者。16。ロトのマークやん。ロト製薬やんけ、これ。作れるやんけ、普通に。おー、ブルーメタルいるブルーメタルいるなー。まあまあ、でもこれはまだちょっとまだええわ。はい、というわけで、とりあえず今回はこれで終わりまして、まあ、この流れでいくと、おそらくエルか、アメルだ。どっちかが、まあ、剣でしょうね。普通に考えるとね。剣で、どっちかが、剣じゃない、なんか兵器的なやつかな。わからんけど。あ、祠か。祠かな、あれ。わからんけど。そんな感じだと思うんでね、次も、またこの、こちらのクエストを受けていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。